あなたの心にイルハート、なんとなんとニャンファルコボさんの株の購入を考えてます。イルハートです。今日もね、前回に引き続き流星のバルニール×奇跡シリーズのね、これもの件でね、イース8を実況プレイやっていこうと思います。はい、それではね、イース8を実況プレイパート4やっていこうと思います。いやー、前回ね、女の子の仲間もね、できまして、まあね、前回に続いて、こう、また地図を広げていくのと、あとはね、まあ、漂流者、他にもね、いるみたいなので、探していこうと思います。よし。これ、この間地図見せてさ、なんか全然ダメって。では、見せてもらおう。あまり進展は見られないようだな。ですよねー。はい。何をしたらいいんだっけな、今日は。今日は何をしたらいいんでしたっけね。あ、そうだね、アリスのことだね。そう、あったんですよ、最初の方に。なんか岩でさ、全然通れないところね。こんだけいたらさ、なんかできたりしないのかな。そうですよね。そうね、いつも思うんですけど、実況こう、パート1,2,3,4ってやってくるじゃないですか。頭にね、そのパートごとの頭にね、まず何をしたらいいかね、忘れちゃうんですよね。いつも。もう、全然違った。お!入っていいのかな?はい!うわー、なんかいる。すごいゆっくり歩いてるわ。あ、でも、あれはさ、あれ?ごめん、来たっけ?うわーい!なんか強くなってない？強くなってない?一発で倒せるようになってきてるよ、なんか。うぃ。うぃ。あれ、ここで合ってんのかな?あれ、ここも来たじゃん。すごい新しいところ来てくれる。ここで合ってんのかな。お、なんかあるぞ。あれ、全然効かない。私もね、ちょっとずつ成長してきたんですよ。どの敵にね、どの子がね、効くかみたいなやつをね、ほら、覚えてきたんですよ。パート、その4にしてね。ほら、あ、違った。待って、嘘です、嘘です。ほら、いやー、やっぱりね、人って成長するものですね。どこ行ったらいいんですか。なんかさ、アドルがさ、何一撃の攻撃力がすごい上がった気がする。前に比べて。ただね、キャラクターはね、どんどん強くなっていくんだけどね。なんか新しいやつに見えた。どうでもなかった。何言おうとしたんだっけ。そう、キャラクターはさ、どんどんこうやって攻撃力上がって強くなっていくのにさ、私の地図の読めなさが一生変わらない。してやってんのかな。お姉さんとなんか船長を探しに来てくれるんですよね、おそらく。そうだよね。ほんで、ここにもなかったようなので帰ります。どこで何をするべきなんだ今は。え、ほら、また復活してんじゃん。視点がおかしいじゃん。おかしい。
の何を押したらいいんだっけ。ね、毎回ね、毎パート5回ずつぐらい言ってると思うんですけど。やばい、いっぱいいる。なんか戻ってるよね。いや、とりあえず戻ろう。戻って何をすればいいか聞きましょうか。何をしたらいいですか。ふぅ、何をしたらいいんですか。本当はなんとか分かりました。はい、出ます。待って、本当に待って、本当に待って、もうここね、ここは大幅カットされる予感ですけれども、あ、こっち？違うんだよ。違う。見に来ました。めっちゃ迷ったけどよかったです、元気になって。落車がかい。何か困ったことがあるんですか。うん、あ、優しいな。あ、仕立て屋さんってあのさ、布系の仕事。布系っていうのですよね。洋服とかさ、作れる人たちなのかな？あー、かわいい！看板ついてる！ドギ、有能説ありますね。だってこれ作ってって言って、このさ、セットの看板まで作ったわけでしょ？座ってる、かわいい。話をしましょう。ふんふんふん。なるほどね。よし。テレビになってる、よかったよかった。おうよ、よいしょ。あ、びっくりした、急になんか落車になってたから合ってんのかな。なんかね、この子たち久しぶりに見た気がするね。なんかさ、あの洞窟のさ、クラゲ
みたいな、なんていうの、クラゲとナメフジの中間みたいなのさ、見た後だと可愛いよね、この子たちね。まあ、切り捨てていくんですけれども、なんか、増えてない？そんなことないですかね。よいしょ。ワンちゃん、ワンちゃん死んでないですね。あ、登れた登れた。あ、なんか痛いわ。痛かった。え、痛いよね、痛いよね、一瞬痛いよね。そうだよね。モグラ、個人的にこのモグラはね、私の敵なのでね、見つけ次第処分していこうと思いますけれどもね。うん、どこですか、どこ。どこですか、どこ。人でめっちゃ目に込んでるけど、信用して出します。ほんじゃ、作業を始めんぜ。はい、かわいい。あー、出た。お、あー、やったやった。お前ら感謝しろ。やばい、いらいらい。なんかさ、あっちにもいるじゃん、もう本当にさ、おいそう、ね、いっぱいいるじゃん、人で。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。あー、すいませんでした。せっかく新しいところ来れたのに、もうなんか浜辺の生物気持ち悪い率高くないですか。浜辺の生物、もう、うん、もう、やだー、本当にやだー。あ、あ、あれね、あれね、何かありますね。お、麦、あー、いっぱいいるから、あーあー、美味しそうなフルーツです。人で怖い、人で、人で怖い、いやでもちょっとずつ進んできてね。あ、初めて会った？そんなことないな。最初にいたか、最初にいたか。あー、なんかねー、あー、いやもうね、実況始めてね、パート4になりますけれどもね、このちっちゃい敵、迫ってくる敵にはね、未だにビビりますね。特にあの、人でとね、個人的に嫌いなのはモグラ。すごい、最初に思ってたよりもね、島全体が広くてね、ねえ、敵じゃなかったですね。食べて暮らしているんですよね。
葉っぱかな、葉っぱ。葉っぱがいっぱい生えてるからね。あなんかすごいすごい、なんかネジネジしたやつある。ネジネジしたやつって。あ、音楽めっちゃ好き。なんかこれなんだ、あ、なんかなんかキラーンってなった。あ、人かと思ったお花だった。これなんだ、なんのお花だ。あー、今のシーン。すいません。キモい。待って待って待って、今まで見た中でナンバーワンキモいんですけど。キモい。待って、やばい。一番気持ち悪いのさ、洞窟にいてさ、クラゲとナメクジの合体したやつみたいなのがさ、浜辺のね、人手かなって思ってたんだけどね。やばい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 。うげーぎーあー、なんかこの狼みたいなやつ可愛く見、あ、これあれ大丈夫、揺すったらさ、降りてきてさ、が刺されて顔面がみたいなやつじゃないですか。おじゃ、あ、よかったですね。なんか宝箱にもあったね。これか、これじゃないの。あ、あったあったあった、はい、じゃ爪、そしてこれ終わりかな？また。やるやる。土砂崩れ。あ、人数足りないのか。あと二人もいるんだ。あ、いけないんですよね。二人か。二人。彷徨っていると、ついつい故郷が恋しくなる。いや、ほんとですよ、ほんとに。イモムシキモい、マジで、なんでいるの。あー、やばい、模様がやばい。近くで見るとよりキモい。よりキモいって書いてた。あなたたちもちょっと怖いって言う。あー、あれ、あっという間、あっという間、虫、奥に虫がいる。うぃうぃ、でもさ、このイモムシをさ倒したところで得られるものが好きだ、期待期待っていうのも気持ち悪いですよね。ああ、え、え、死なせる。嘘でしょ、ここで死んでしまわれたんだけど。ごめん、全然気づかなくて。ごめんね。あー、キモい、キモい、キモい、全然聞いてない。あー、あー、やめてー、手伝ってー、ねー、こっちすれば、こっちすればいいんだ。あ、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 よし、倒したから OK。 え、死んだんだけど、え、ある、ある、こんなことはある。何かありますね。ちょっとなんか、あの回復するやつ、回復するやつだけ、回復するやつ。ん、ん、でもこっちまで行ったことない。わぁ、ここを出たら会ってください。うん、ない。
このさ、静かになる感じさ、すごい嫌だ。あ！ねえ、ずいぶん遠くに来たね。疲れたよ、もういろはでも疲れたよ。アドル死んでしまったし。そうだね、どうしようかね。あー、忘れちゃった。あったあった、回復するやつ。ちょっとあそこに行きたいんですよ。そう、思ったよりね、広いんだよね。どうしようか、戻る。しょうがないんじゃないですか。そうだけどね。ね、樹海ダメだ。町の明かりもありませんし。楽しそう。月と星の明かりが。いいな。まあやっぱりね、空が綺麗ですね。わしら漁師にとって日が落ちて周りが見えないから。サハド、あなたはなぜ漁師になった？お？なんだなんだ。そうだな。よし。わしの育ったクレテ島は、子供だろうと腹が減ったなら自力で逆とにかく生きるという。そんなね、子供の頃からね、まあそういう育ち方しか好まずよね。私には想像もつきま、そのように過酷な毎日で。でね、お嬢様。確かに辛いことも多いし、散々理不尽。海は母ちゃんのように優しい時。ね、今回面白いましたね。そうですね。穏やかで綺麗なとこじゃないんですね。ガッハハも元気出るね、これね。海は豊かで、うまい飯も、生き方も。おうよ。大きな海と向き合う。この人さ、すごい、いいお父さんなんだろうなって思いますね。ね、なんか最初さ、もう頭ババババーとかやってさ、こいつはやべえって思ってたんですけど、いや、こうやってね、ちゃんと喋ってみるとね、いろいろね、何も考えてないようにね、いろいろ深くまでね、考えてる人なんだろうなって思いますね。まあ後ろの葉っぱが気になりますね、私は。だから今までもこれ、今のは聞かなかったことにしようかな。どうしようかな。でも突っ込まない方が気まずい気がするから。まさか今のってもしかして大自然の中でっていうのがまたやっぱさっきのあの前言撤回します。ありがとう。さーて、だ、二人ともそろそろ寝る。そういうとこね、そういうところ以外はね、きっとねすごくね、人としてもね、あの器のね、大きい人なんだろうなって。あなたの寝る場所は入り口側です。真ん中がアドルクリスティ。あ、いや、風向きを考えると私が入り口側の方。そうだね、そうだね。え、でもいいな、本当にあそこ野宿の噛んでないです。野宿ね、したいですね。しないでください。なんか喋ってたの、寝言かな。大樹の二個候補者だから、ここで少し、あれだよ、ち
と前、パート2かな ?3 でやった、あの、夢の、ね、あ、またなんか、中二病みたいな読み方しますけどね。何これ、威力でいいのかな?ねえ、すごいすごい、漢字がさ、読めないですね。あの、振り仮名つけてくれてありがとうございます。女の子ばっか、そっか、巫女さんを選ぶんだもんね。シルエット的にね、シルエット的にね、レハトね、一番右か、左から二番目が、タイプで。髪型的にね。あ、あ、かわいい。わ、なんて立派な木。王国王国である始まりの、大樹であってるのかな?女の人映ったの、今すごい綺麗な人が。これなんかどこのさ、国の話なんだろうね。なんか夢の中だけじゃないような気もするけど。ダーラ。よくお聞きだね。うんうん。この女の子がダーラっていうのかな?ねえ、なんかね、こっちもね、面白そう、すごい。うん、ね、また。サライちゃん。でもね、初めて。ああ、かわいい。なんかちょっとイルハタと髪型似てますね。あ、なんかもう、知らない名前がいっぱいいるね。うん、かわいいですね。漢字が読めませんね。それかな、真ん中の子が気が弱めで、こう左のさ、ポニーテールの子が強めで、右の子がお姉さんみたいなさ、ポジションなのかな?いいの、こっちもね、すごい気になる。うん、やっぱりこれもなんか夢みたいな感じになってるのかな。で、結局、落車は入り口側で寝たんですかね?奥で寝たんですかね?被害はなかったんですかね?最近ね、妙な夢を見ますね。そう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 。よしよし、じゃあね、まあ、今日もね、作っていきましょう。いろいろとね。おい。感謝しろ。感謝するよ。ありがとうだ。復活してんのかな。あ、よし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 。うん、そうした。あ、ちょっと予約寝ませんね。さっき、え、さっき、どっちから来たのかな。あ、こっちみたいなのかな。地図がまだね、持ってないので。うんうんうん、すーごい大自然。え、なんかすごいパワースポットその2みたいなところに来ましたけれども。有機サンゴの森読めた?すごいすごいすごい、葉っぱが。え、サンゴ礁って海の中でも、ね、するべきですよね。うんうん、あー、でかいのいる。
割とさ、鳴き声が激しいんですよね、この人たち。これは何だろう、トカゲ？トカゲモド？やっぱりね、アドルが一番使いやすいんですけどね。多分ずっと使ってるからだと思うんですけど、効かなかったね、今ね。ちょっとなんかね、パワー的には強い気がするんですね。これ何なんだろうな、なんかどこ攻撃してるんだ。ラップしましたね。クギャーって死んでいくのね、マリカ好き。あー、カニカニカニ、あーカニーカニー、効いてないんだってば。もうういもうこの振り回し方が乱暴でいいよ、グルンみたいなね。カニ、はい、カニ、あーい、はいはいはい、よしよしよし、もう出ちゃっていいのかな。あっ、新種、なんだなんだあれ、サンゴみたい。おい、見つかりましたね。なんだこれ。なに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 、なんか、水族館にいそう。あー、落ちた。あ、落ちちゃうんだね。落ちるとカニがいるんですね。今のちょっと、今のなんかちょっとさ、見た目が一番綺麗な気がしますね。よし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 、もういっぱいいるんだってば。あー、魚もいる、魚。あー、お前か。すごいね、モンスターみたいなのさ、いっぱい、なんて言うんだっけこれ、トビウオ、違う？カニー、美味しくなさそう。そもそもこれはカニなのかっていう話なんだけど、全然出ない。あ、出た出た出た。魚、嘘じゃん嘘じゃん、ごめんなさい。もうさ、なんでそんなにいっぱいいるの、もうやだよ、もう。ほんとに。どうした？あ、ちょっと。あー。すごい、もう滝が。あの綺麗な滝。でも、なんか滝がいっぱいいるのでやめておきましょう。危ない。なんかさ、知らぬ間に結構体力をね、削られてるんだよね。おや、うん、何かあります？任せなさい。あー、カニはこの人で行きましょう。よしよし。あー、頼もしいですね、カニ。よしよしよし。ちょっと扱い覚えてきましたね、やっぱり。嘘で、ごめんなさい。あー、カニー、カニー、逃げろ逃げろ逃げろ。あー、びっくりした。だからさ、見えないところから攻めてくるのはダメで。手当てしてる。このさ、このヒゲの人さ、見覚えある？最初の船でさ、なんかすごい偉そうなこと言ったやつ。そんな変なヒゲ生やしてるからだよ。よう元気だったか。右の人がね、見覚えないんだよね。忘れてるだけかな。話しかけなかったのかな。
ヒゲどうなってんの？僕はキルゴールといって、お医者さん、お医者さんっぽいな。ところでさっきのでかいカニは何だったんですかね。ちょっと逃げてきちゃったから曖昧なんですが、ねえ、よくこんなところで、ねえ、そのまま歩いてったらさっきのでかいカニに遭遇したところですよ。グフフって言ったで、今ヒーヒーセクハラー。私、こいつ嫌いです。この、なんか、変なヒゲのやつ。この人、好きです。あと鳥。リトルパラオ。好きです。かわいい。よかったよかった。え、めっちゃちっちゃいね、この人。アドル一番ちっちゃいかなって思ってたんだけど、それより、だってさ、ラクシャちゃんよりちっちゃくない？歩けるじゃん。歩けるじゃん。お前そっち行ったらな、でっかいカニいるかんな。覚悟すぎよ、ほんとに。助けてやらんかんな。ありがとうございます。おもう一人。どんな方ですか？女性の、じゃあ旦那さんじゃないのかな、そのね。この森を抜けると、抜けた先の海岸ね。なんで一人で残ってるの？でも、ちょっと前にやってさ、岩？土砂崩れみたいなさ。ね。はいはい。土砂崩れみたいなやつを、あと二人でどかせるって言ったから、これでも一応あそこが通れるようになるんだと思うんだよね。おうよ、行くぞ。うんうん。どこにいるんだろうな。うわぁ！くぅはぁ！キモい！待って！見えなかったじゃん、今は！背中にお誕生日のバルーンついてますよ。背中にアッの実みたいなのついてますよ。あー全然効かない、あー全然効かない、あー何これ毒ガス攻撃みたいなさ。ほら背中にブドウついてます。あーきっとこれ当たったらダメなんだろうな、ね、誰が一番効くんだろうな、これかな。あー、そんな顔タイプ歩いてきたな。うわー、逃げろー。うわー、ひどい。あーあーうるせー。あーあーあーやめてください、ごめんください。うわー、シャボン玉、シャボン玉、そろそろかなって思ってた。弱点ないの、弱点。頭顎狙っていく。すいません。あーごめんなさい。あー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 あ
とさっきじゃなくてさ、あの、何さっきのさ、ドギたちさ、鳥ちゃんもさ、残っててくれればよかったのに！ああ、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 死ぬ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 、ああ、待って待って、セーブしてないからさ、これこっち死んだらやばいです、やばいです、ああ、ああ、気がないんですけど、もうそのままずっと殴っててください、うわー、それを殴っててください、あーあー、秘宝イルハート、心が折れつつありますね、あーやめてー、ハートにやめてほんとに本当に死ぬ、ああ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 グリープソーダ、グリープソーダ、あーあーあーあああああ、待って待って待って、次でヤバそうだから本当にごめんなさい、本当に待って本当に待って、ああでも待って、今だって笑いない、ああ全然効かない、ああああ、いける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 、あーって、あー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 、勝った勝った、あーあーさあ、ブドウがバクバクする、あーおめでとうございます、まあ背中に綺麗なねブドウがついてて、とっても良かったですね、まだね、まだ手がつね、まだ手がつね、まあまだね、ちょっと手がね震えてるんですけれども、ガチでね勝てて良かった、本当に良かったです、ガハガハ言ってんね、はい、まあということでね、あのパート4はねちょっとここまでにしたいと思うんですけれども、ねあれなんですよ、イースイートのね、実況が、ここで、終わりになってしまいます。はぁ、ちょっと待ってね。さっきのあれをね、倒した余韻でね、締めの言葉なんか、いい言葉をね、いろいろ考えてたんだけど、全部言ってかれちゃった、なんて言うんだろう、まあ、率直に行きますけどね。まあ、まず、キャラクターがね、すごいね、個性的でね、まあ、女の子すごい可愛いしね、男の人もね、かっこよかったりね、こう、なんか強そうな感じっていうの。そう、キャラクターがね、すごい個性的でね、いいなって思いました。あとはなんだろうな、個人的には、BGM? すごいね、もう本当にシーンによってね、なんか、なんて言ったらいいんだろうな、もうさっきのブドウのやつしか頭に出てこない。そのシーンによってね、すごい綺麗なね、BGM だったり、まあその、敵が出てくるところはね、ちょっと、なんか、荒っぽいっていうかね、その感じの BGM だったりとかね、あとは、風景がね、すごい綺麗でした。今ね、使ってるお水もそうだし、夜のシーンでね、星とかね、月とかもね、すごい綺麗で、ね、素敵だったなーって思います。はい、そうだな。ちょいちゃんガッハ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 ッてなんかね、すごい気になるんですけど、まあ、イルハートはね、感想としてはこんな感じかなって思います。ということでね、まあ、実況はここでね、おしまいにはなっちゃうんですけれども、まあ、この後はね、個人的にね、プレイして楽しんでいきたいと思います。ということでね、イースイート実況プレイパート4までお付き合いありがとうございました。勝ちました。勝った。
日こそ死ぬと思いました、私は。はい、というわけでね、パート4にわたって実況プレイやってきました。イースウェイトを作ってくださったね、日本ファルコムさんの奇跡シリーズとコラボする流星のバルミール、10月に発売らしいので、こちらもお楽しみにということらしいです。もうこれでファルコムさんのゲームが好きってことね、認めてもらえるかなって思うんですけど、そしたらもう今度の二流、いや三流の会社の非公式 VTuber なんて。え、あ、ファルコムさん VTuber 募集してないんですか。え株まで買いますって言ってやってみる人なのに。あ、それは、7年前うるさいもう三流でも熱い三流ならいいんですよ。まあ、おりあ、もう誰かいるハートを身売りしてください。大好きファルコム。大好きって単語そろそろ飽きてきませんか。エラート、ちょっと新しいの考えてきたんで、見ててくださいよ。いきますよ。せーの。大好き！大根！大五郎！大黒柱！大根！だらし！ダッシュ！大クラブ！大根おろし！ダチ！俺の名前は絶対に守ってみせる。あの人みたいに世界そのものを人質に取るような長い、とても長い旅でした。英雄伝説、千の奇跡、ファルコン。